こっちらいいんじゃないの、こうやって。おら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 、コガネムシやらなんやら、カエラがいっぱい落ちてるわ。すごくね、この模様、黒と縞模様で。こんにちは、せいくんです。最近ですね、 X の方でカエルの花すくいっていうのをやってる人が多くて、何気なくね、今こう来たらね、まあ、そのモミジみたいな花があったんで、モミジもね、カエルの仲間なんですよ。なので今日はこちらの方でね、花すくいやってみようと思います。それではやってくよ。この花になんかついてるらしいんだけど、虫がついてんのかな、なんか。まあ花すくいですから、花をすくうようにしてやってみましょうか。どういう風にすればいいんだ。まあすくうだけでしょ、普通にこうやって。こっちらいいんじゃないの、こうやって。よいしょ。ダメこれじゃ。これなんか入らんかな。よいしょ。なんかちっちゃい虫はいっぱい入ったな。うわー、なんか何これ、ハエ。うん、大半がハエで、たまにこういうなんか甲虫っぽいのが入ってるけど、どこ行った。んこれなんだ、これカミキリムシじゃね。あ、待って、ちょっと今押さえてるんだけど、ここに、ね、一匹ね、すげえちっちゃいのが入ったんだよね今。はい、ほら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 。あの、あまりにもちっちゃかったんで、 TG の方で撮った別のね、こちら写真を見てほしいんですけど、多分これカミキリムシの仲間だよね。この触覚の感じといいさ、足の感じといい、多分カミキリムシの仲間だと思います。カミキリムシにしてはなんか珍しいって言ってもあれですけど、胴体がぼってりしてるタイプのカミキリムシだね。あんまり見ないような見た目してんな。よっと、とりあえずもカミキリムシ1匹捕まえた。全く知らなかったんだけど、こういうね、カエデの花ってね、こんな感じでいっぱい甲虫がつくらしいんですよ。今までそんな意識してさ、カエデの花をさ、すくったりしたことなかったから、ちょっともうちょっとすくっていこう。ほら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 、なんだこの何が取れるかわからん魚釣りみたい。あ、なんかいっぱい落ちてる虫が。ハムシかゴミ虫か仲間かな。多分俺がガサガサやったせいだろうけど、なんかコガネムシやらなんやらかんやらがいっぱい落ちてるわ。コガネムシ、ちょ、こいつも写真載せとくわ。これもね、なんか落ちてきたんだよね。これはね、何かわからんでね、写真撮りたいんだけどね、こいつめっちゃ歩き回るからね、写真撮れないんだよね。そんで本命はこっちだよね。なんかすげえいっぱいさ、ハエがいいんだよね、ハエが。ちょっとハエはさ、ちょっとね、申し訳ないんだけど、すごい苦手な昆虫でして、僕もね、僕も昆虫の全てが好きなわけじゃないので、ハエさんはさっさと飛んでいってもらって、まあ、花なんでね、ハエぐらい集まってくると思うんですけど、すごい総種目、うん、圧倒的総種目。なんかハムシが入ってる、テントウムシとかに近そうな仲間、なんか真っ黒だな。ちょっと待って、なんかすげえ俺の周りにハエがおるやろ。ソーシムックがおる、嫌だな。今回は甲虫の方は落ちてこなかったね。なんか俺がガサガサすることによってね、網じゃなくてね、地面に落ちるんだよね。じゃあ今度はさっきよりも高いところ行ってみよう。おら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 、よし。カメムシだ、青カメムシとか言われるやつだね。何カメムシだったかな、これ名前。ちょっとね、調べて名前貼っときます。今回の結果のほどはどうでしょう。なんかコガネムシっぽいのが入ってるように見えたけど、なんか面白いな、花すくい。いや、めちゃくちゃ面白い、いろんな虫が入るね。ハエがたくさん入るのはちょっと勘弁していただきたいんやけど、本当に本当にハエは、あ、なんかカメムシがもう一匹入ってるね。コガネムシがいる、さっきのやつかな、これは。さっきのやつだね。とかがいるかな。カミキリムシっぽいやつはさっきの一匹きりで、うわもう入らんね。あとカメムシ、これね、さっきなんだっけ、うわ、ど忘れすんだよね俺、カメムシの名前。こんなところにあるの忘れてた、忘れば。カエデ、本当にそういえばあったね、こんなところにカエデの花が。おら嫌なんだよね、なんかハエがブン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 言ってる音がしてさ、あんま好ましい音じゃないじゃん、ハエの。うわー、なんかでけえのがおったよ今。あ、
飛んでっちゃった、でかいの。ハナアブっぽいのもいる。えぇ、ー、ビビビビ、あれこれカミキリムシじゃん。待って待って、今撮れたこいつ写真撮りました。すごくね、この模様、黒と縞模様で。カミキリムシね、これはもうね、俺でもわかる、間違いなくハナカミキリとかその辺仲間じゃないかな。やば、めっちゃ嬉しい。ハナカミキリかトラカミキリかその辺じゃないかな。お、え、なんか黒いコガネムシ入ってるよ、ほら真っ黒いコガネムシ入ってる。やば、ハナムグリックとかかな。写真撮ってたら逃げられた、写真撮れやんかったし。うー、なんか綺麗な可愛いハナムグリやったのに。ダンゴムシが交尾しようし、腹立つ。でもやっぱり見たことない未知の生き物はどんどん出てくるよ、おもろ。いや、なんかもう時期がね遅いかなみたいな話は出てたんだけど、まだまだ撮れるね。このところに富士がありますね。ちょっとこの富士もさ、あの網使ってガサガサしてさ、何か撮れるかやってみようか。ただね、近くにね電線があるから、長竿使うからさ、こう長竿って言って5メートルまで伸びるんだけど、俺の網はね、この網使うからコントロール誤ってこの電線だけ触れんように気をつけよう。でまあ一応ね、電線があるんでこの気をつけたいわけですよ。なんでこのね、間を縫ってちょっと網を入れていこうと思います。はい、でもこれさ、まあ、網しっかり伸ばしとかんとさ、網が縮んでとかなったら終わりよね。あ、なんかいっぱい出てきた。おらおらおら、あばい、それ触れる触れる触れる、電線に触れる、危ねえ。あんま下のに気取られてると上のに触れちゃうからな。でこのお花に何か入ってないかを見るわけですね、今日は。何もついてなさそう。やっぱあそこ上危ないからさ、そこの下のとこでやるわ。うん、さすがに電線にビリビリになって死ぬのは嫌だから、この下のところでやります。どうだ、ちょっと時期が早いかな、まだ。あ、なんか入ってる入ってる入ってる。ね、多分ね、カミキリムシかカミキリモドキかみたいなとこにありそうな虫が取れましたね。うわ、ちっさすぎ。モドキじゃないかな、この感じ。なんかモドキっぽいですね、カミキリモドキとかその辺仲間っぽいですね。なんか模様がちっちゃいくせにすげえかわいいよな、かわいい模様してるマジで。今回ねこの場所ね、結果は渋かったけど、もっと天気が良くて、あの富士がねバーって満開に咲いてる時になったら、もっとね昆虫が寄ってきてるかもしれないんで、それはそれでね、また動画作ろうと思います。ということでね、今回はこちらカエルだったりとか富士だったりをガサガサして昆虫採集やってみました。どうだったでしょうか。僕がね今まで見たことない昆虫だったりとか、いろんな昆虫落ちてきてすごく面白かったです。今後もねこんな感じでちっちゃい昆虫とかもね、どんどん採集していこうと思うので、よかったらねチャンネル登録の方もよろしくお願いします。また次の動画見てください。バイバーイ。